はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日は加工食品の影響についてですね。僕自身もダイエットの仕事をしているんですけども、お客さんほぼ全員が共通して言うのはやっぱり健康的に痩せたいっていうわけですね。ただ単に体重を落とすだけじゃなくて、健康体としてスタイルを良くしていきたいとみんな思っているんですけども、健康的に痩せるためにはまず健康にならなきゃいけないわけですよね。健康的なダイエットの前にまず健康的な食習慣とか生活習慣、運動習慣というのがあるわけですよ。で、そう考えると加工食品というのはなるべく避けたいものなんですね。非常に悪影響が大きいものですから、毎日毎日加工食品ばっかりの食生活で健康的にダイエットするというのは不可能に近いんですね。でも、もちろん一切食べちゃいけないってわけじゃないんですけども、リスクを知った上で少しずつ食べていくのと何も考えずに食べ続けるのは全然影響が違ってきます。で、先進国の人がですね、日常的に加工食品を食べ続けるようになったのって、ここ数十年の話ですから、ようやく最近になって何十年も加工食品を食べ続けるとどうなるのかという影響が分かってきていますので、今日はこの点を解説していきたいと思います。はい。加工食品摂取量が死亡リスクと相関ということなんですけども、これはつい最近アメリカのハーバード大学から出てきた研究結果なんですけども、非常に長期間にわたって食事の評価を繰り返して行う、大規模コホート研究っていうんですけども、非常にサンプル数も多くて追跡期間も長いような、大規模な研究ですね。加工食品自体が人類の歴史で言えばつい最近出てきたものですから、それを長期間食べ続けるとどうなるのかというのも、最近になるまでなかなかわからないわけですよね、実際のところは。で、この研究はアメリカの医療従事者の男女11万人を平均34年間追跡したという非常に大規模な研究結果になるんですけども、これによると、超加工食品の摂取量が最も多いグループは、最も少ないグループに比べて全死因の死亡リスクが 4% 高いということなんですね。4% というのが高いというの、大きいか小さいかというのは人によって感じ方は違うと思うんですけども、4% って全然大したことないじゃないかと思うかもしれないですが、34年間追跡してですね、11万人の 4% というと、やっぱり結構な数字になると思うんですね。で、加工食品といってもいろいろあるんですけども、分類別に分けていくと、最もリスクが高いのが加工肉ですね。肉とか魚とか、そういうタンパク質の加工食品、ウインナーとかソーセージとかベーコンとか、そういったものですね。あと魚肉ソーセージなんかも含まれますけども、やっぱりそういうものが最もリスクが高いと。で、次が砂糖及び人工甘味料の飲料、ドリンクですね。飲み物もやっぱりお腹にたまらないでグビグビ飲めちゃうので、摂取量が非常に多くなるということ。で、次が乳製品ベースのデザートということで、これアイスクリームですね。やっぱりアメリカ人ってアイスクリームをかなり半端じゃない量食べたりするので、こういうのが悪影響が出てくるということ。あとは全粒粉を除くパンですね。小麦の加工食品。小麦全粒粉であれば、食物繊維が多いですし、ビタミン、ミネラルも多いので、かなりいい影響はあるんですけども、この全粒粉でない普通のパンというのは、どうしても食物繊維の少なさとか糖質とか油の多さとかによってかなり悪影響が出てくるということなんですね。で、こういったものをたくさん食べている人は死亡リスクが上がってしまうということなんですけども、そもそも人間死亡する前にですね、いろんな病気になって亡くなるわけですよね。で、亡くならなくても病気になった時点で、生活の質って非常に下がりますから、まず病気にならないということが重要ですし、病気になったらダイエットどころじゃないので、そういった点から注意していかなければいけないんですね。で、そして加工食品と病気の影響については、以前から
いろんな研究がもっとたくさん出ているので、まあ、これも紹介したいんですけども、これはアメリカの男女20万人を24年から28年追跡したという、こちらも非常に大規模な研究なんですが、まあ、加工食品をよく食べるグループはほとんど食べないグループに比べて大腸がんを発症するリスクが 29% 高いということなんですね。 29% となると相当高いリスクなんですけども、まあ、ここでも一番リスクが高いのが加工肉で、44% もリスクが上がってしまうと。これ大腸がんになるリスクですね。大腸がんというのは日本人のがんの死亡では女性では一番多くて、男性では確か2番目だったと思うんですけども、非常にかかる人が多いんですね。亡くならなくても大腸進行すると大腸を切って人工肛門とかになっちゃったりするので、非常に怖い病気なんですけども、加工肉とか、あとは砂糖とか人工甘味料の甘いドリンクですね。こういう加工食品を日常的に食べている人は、大腸がんになりやすいと。腸内環境が悪化しやすいっていうことですね。そしてもう一つはフランスの研究なんですけども、男女10万人の食事記録を解析すると、加工食品の摂取量が 10% 増えるごとに、糖尿病の発症リスクが 15% 増加してしまうということなんですね。糖尿病っていうのは日本人は特にかかりやすい病気なので、フランス人よりも日本人の方が糖尿病リスクは高くなると思うんですけども、この加工食品の影響というのが糖尿病にも非常に大きいということですね。糖尿病っていうのは肥満とかなり密接に関係している病気ですから、ダイエットを目指すんであれば、糖尿病にならないような食生活というのは絶対的に必要なので、こういった意味でも加工食品を避けていくということは重要なんですね。で、この研究で付随的に分かっていることは、加工度の少ない食品を摂取するごとに糖尿病のリスクが 9% 減少するっていうことなんですね。加工度の少ない食品っていうのはつまり素材のままの食品で、野菜とか、お肉だったらお肉ですよね。ちょっとお肉のまま買ってきて調理して食べるとか、そういうことなんですけども、自然のままの食品を食べるっていうのが人間の本来の姿ですから、そういう食生活にしていけば病気のリスクも減っていくということは確実に分かっているわけです。そして最後に加工食品と一口で言ってもですね、すべての加工食品が絶対に悪いわけではないんですね。悪い加工食品もあれば、いい加工食品もあるということで、でも病気のリスクを上げてしまうような悪い加工食品は何かというと、やっぱり糖とか油とか保存料、乳化剤、こういったものを大量に使っているもので、加工肉であるとか甘いドリンクとか、揚げ物製品とかですね、フライドポテトとか、あとはパンですね、菓子パン、甘いパンとか、惣菜パン、こういったものがやっぱりリスクがどんどん高くなっていくと、日常的に食事の代わりにしていると、ダイエットなんかなかなか難しいですし、将来的には病気のリスクが上がってしまうということですね。逆にいい加工食品は何かっていうと、善玉菌が含まれている発酵食品ですね。ヨーグルトとか味噌とか納豆とかキムチなんですけども、キムチとか納豆なんかは特に食物繊維も含まれていますから、非常にいいものであると。で、食物繊維が多い加工食品といえば、全粒粉パンであるとか、全粒粉パスタとか、小麦全粒粉とか玄米を使った加工食品というのは、加工食品ではあるけども食物繊維がたくさん取れるので、食物繊維っていうのは腸内で汚れを絡め取って排出してくれる役割がありますから、乳化剤とか保存料とか使っていたとしても、これを排出して食物繊維は善玉菌の餌にもなるので、害をある程度相殺することができるわけですね。パンをたくさん食べるんであれば、3日に2食ぐらいはですね、全粒粉パンとかライ麦パンとかくるみパンとか、そういった食物繊維の多いパンを選ぶっていうことも大事だと思うんですね。で、加工食品を食べたからすぐに体がどうなるかっていうわけじゃなくて、10年、20年、30年追跡して、やっとこういったリスクの影響が分かってくると、こういうことになるので、食べ物もですね、若いうちは全然平気なんですけども、病気っていうのはある日突然なるものじゃなくて、10年、20年の積み重ねで
40代50代になってから発症するものですから、まあ、ダイエットもですね、30代40代になるほどなかなか難しくなってくるんですけども、それはやっぱり若いうちからの食生活の積み重ねがかなり影響してくるからなんですね。まあ、体質、ね、食生活の積み重ねが30、40になって体に現れてきて、まあ、それで痩せにくくなったりするので、まあ、やっぱり年をとっても健康体でスタイルのいい体を保ちたいんであれば、まあ、ちょっと若いうちからこういう食生活は意識した方がいいと思いますね。今日の動画が役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。